ピッコロのどれがおかしかったですか。あ遅い遅いおかしい。伸び。クリに抑えて、羽に。ちょっと嫌だね。これ、これで添えたら。伸びると。この下がりは仕方ない。まあ、なんかいい。単にできるのはまずかもしれないけど、ほぼ一緒だけど。白切りは普通ですか。ああ。なんか、いや、つけます。そうそう、いやいや、なんか普通に跳ねる手もあるし。ああ、先生跳ねたらと思って。うん、切り。切り、切りぐらい。ついでみたいな。うん。でも、つめ。
然判断できない。当てに下がりは結構評価高かったです。一目継いだてで2000ハネのその継いだてで立ち下がって抜いて当て打って継いでこっち抜きみたいなのが結構あって、結局次継がずにこっち抜けるっていう勝率高いですか。いやでも大目ぐらい、継がないんですね。ああ、いや、終始勝負になる。一番高かったのはそのポン抜く場面でこっち曲げるのが一番なんか。ああ、そうだよ、逆でなんか一番。じゃあこれで振り越すなら何番ぐらいですか。あ、5分ぐらい。あ、5分。あ、3分ですか。そっか。なんか悪いな。白曲げたら勝率は悪くない。結構良かった。でも満面勝負ぐらいな感じ。あ、でも伸びられた後どう打つのかちょっと巻き返してもスムーズはやってなかった。確かに伸びて引っ掛けて結局こう、まあ、その微笑時点ではちょっと黒が少し良さそう。ああ、じゃあ結構下がったかな。ああ、その場面は結構。